これが重なる。あ、でも絶対ハンさんや、絶対ハンさん。はい、どうもこんにちは。ロスサントスに愛され、ロスサントスを愛した男、五階堂君とすです。どうしましたか。なんだそれは、君とす。お疲れ様です。君とす、お疲れ様です。なんだそれは。いや、いや、すいません。五階堂。はい。それは一体どういうことかな。一生懸命やった、なんか結果は割とついてきてる方だとは思うんです、現状。まあですが、やはりそのなんて言うんでしょうね、やっぱ人と人との、ちょっと、あ、はい、ちょっと、すいませんね、お時間取らせていただいて。いやー、お待たせしました。お疲れ様でございます。すいません、ちょっと電話出れなくて。でこここ、でここなんだ。まあ、話というのはですね、何のテントの前で、はい、聞いてます。いや、聞いてはない。説明は特にはしてない。はい、じゃちょっとうちのナタルからちょっとお話がありますので聞いていただけますか。はい、はい、どうぞ。ナタル、ちょっと頼む。はい、自分がやらかしたことだけ報告します、一旦。ほう。ハングリのタラちゃんっていう方わかりますか。あ、はい、はい、わかりますよ。薬の生成所3000番台のコンビニの上のところ、はい、と2000番台のサーマルを納品する場所の横の倉庫の生成場所、はい、はい、ですね、の場所を半グレであると、自分で認識しているのにもかかわらず、薬の生成所の場所を教え、ほう、その見返りとして青花を5乱歩分、モズの在庫として、自分がいただきました。ほうほう。はい、でどうしてそれをオールインの方にわざわざ時間取って、集まってもらったかというと、3000番台オールインの方がよく作ってるっていうのを知ってる、知ってたのと、ギャングの、共通認識で、半グレが薬を作る云々の話っていうのの、一応僕もそのお話をちゃんと聞きたかったっていうのと、まあうちのモズの認識ではやばい、それは絶対に透明させなきゃいけないっていう認識だったっていうのを確認した上で、タラちゃんっていう人がもし僕らが知らないところでそこを使って例えば薬爆発させるとか試して、レシピ自体は相手は知らないんですよ、うん、逆に言えばオールインの方が近くにいる時とかに作り始めて爆発する可能性があるんですね。それを何も報告もなしにやらせてしまうといきなり迷惑がかかるってことになって、後からモズの名前が上がる可能性があったので、もう先にそういうことをしました、してしまいましたっていうのの報告と謝罪のためにわざわざ時間作っていただきました。なるほど。言葉だけで。ああ、そうですね。落とし前の方はつけさせていただきたいんですが、はい、こういった、そうですね、けじめのつけ方というか、まあこちらとしても、まあ今教わったことで、まあ薬の生成所そこも自分たち使ってますし、それこそさっきもおっしゃいましたけど爆発通知とかもし出てしまったらってのを考えると、まあうちも最近警察に検挙されてるので、薬作ってる途中にそういうリスクが高まっちゃってたのかなっていうのはちょっと今聞いて怖いなって思いましたね。そうですね。そうですね。そこのリスクを考えると、まあ薬の問題ではあるんで、まあ、薬関係で何か落とし前をつけてもらえると、まあ、弾いたりしてもしょうがないんで。そうですね、もちろんこちらが見つけた不手際とかいうわけではなく、わざわざそのモズさんの方からね、うん、ちゃんとその情報を開示していただいて、こういう謝罪の場を設けていただいているので、もちろんその謝罪の意を込めて、クラシックスポーツカーズのお店でどこ、うちは手を打とうかなという感じで。わかりました。では
薬1000でいかがでしょう。あ、薬、要はそのメガロとかというの。そうですね。具体的な薬の種類っていうのはメガロですかね。そうですね、今、まあ、指定があるのであれば。まあでも1000もらうんだったらもう普通にお金でもらった方が早いかなって気持ちもありますね。まあ、最近売るのもね。そうですね、確かに。薬関係なんで、正直そのすごい個人的にですけど、まあ1億だと個人的にちょっと安いかなって思いますね。なるほど。で、目に見えるもので誠意見せてもらった方がいいんじゃないですかね。やっぱお金であれ薬であれ、なんであれ形がないと、なんかそういう助けてもらうみたいなのはちょっとふわっとしすぎてるんじゃないかな。うん、こっちから提案が結構むずいっすね。なるほど。3億でいかがでしょう。なるほど、ついでしょう。では薬生成所が1個潰れてるんでね、3億でも足りないと思うんですけど。では3億とあのスーパースターをいくつかいただけないでしょうか。なるほど。指定されてもいいですか。はい、数はもうオーレインさんが納得できる。もちろん今もしかしたらメンバーが全員いるわけでもないので、はい、今すぐ相談とか難しいかもしれないんですけど、パッドで大丈夫なんで指定していただいても大丈夫ですか。数いくつでもいいので。現段ってできます。出せますよ。出せます。1000です。じゃあ1週間で1000と3億で手を打とうと思いますが、どうでしょうか。やっばいな。今後もしタラちゃんがそれによってまあうちにかなり損害を出したときは、この前の補填はこちらでいたします。はい、お願いします。そうなの、そこもやっちゃうの。あとそこはもうあれじゃないの、ね、まあ、これいいで共通認識として。それここでうちあれにしないとさ、今後これ情報共有するのもあれじゃないこれ、はい、まあ、やはりオールインさんも否定的。いやこれたかられめちゃめちゃたかられてると思うけどな。これうわやばいよ、これ、ここでさ、これがオールインこと、これ、きっと1ギャングで3億も払ってたら大変なことになるよ、これ。多分使ってないと思うよ、オールインも、俺、あそこ。俺、あそこ使ってないと思うけどな、俺。すいません、なかなか、なんていうんですか、金額的な面だけで言ってしまったら結構きついなって思うと思うんですけど、自分がちゃんと、最後までやると思うんで、そこだけは気にしないでください。大丈夫、俺もちゃんと協力する。いや大丈夫です、本当に大丈夫です。ナタル、組織の問題、そこはそれだけは本当にすみません。ナタルいいか、そこは我々モズとしてきっちり責任取る。お前一人の問題じゃないからな。お前一人で解決しようと思っても無駄だ。ケツは拭く、俺らで。まあちょっと自分からもいいですか。まあ一旦、まあ、正直、自分の考え方は柳田先輩よりではあるんですが、でもやっぱりけじめは本人たちで取るべきなのかなとも組織的には思います、まあ、なので自分と柳田先輩とルーファーさんにできることは なるべく額を抑えるじゃではありませんけど、まあ、なんかそういったところなのかなとは。今回に関しては、おかえりなさいボス。おかえりなさい。ああご苦労。お疲れ様です。久しいなお前たち。はい、お疲れ様です。ああ疲れた。いやそうですよね。ああたボス、なんだ、たくさんご報告があります。まあそうだろうな。とりあえずあれだ、はい、会議室に物々しい雰囲気だな。まあそうですね。ほら、タラリにはな、別でこうミッションを与えていたんだよ。ミッション。タラリこっちおいで。すごい。私がいない間ふざけ倒しているやつがいたらそいつらを守って私に報告するようにタラリに指示を出していたんだ。なるほど。はい、なるほど。誰かいたかな。
けてたというか、うん、なんでキビトスさんはお名前が何回も変わるんだろうな。ああ、なるほどね。そこがここでトピックに上がるか。なるほど。ここでそのお前名前が見えてない。ああ、そうですね。すいません。お名前出せ。ここでその名前なのか。何笑ってんの。いや。違う。お前スパイか。誰取れるものなのか。はい。はい。キミトスは会議室前まで来い。了解。私が確認とか。はい。問いかけない限りは。はい。黙って見とっていい。了解です。ってことはオールインのところに行くってことか今から。いやー、こんにちは。こんにちは。どうも。お疲れ様です。ボス、ちょっと今着替えてまして、ちょっとだけお待ちいただいてもいいですか。ああ、どうもどうも。どうもどうも。あ、なんか。あ、お扉です。おー、すごい、いいところだね。座ってください。じゃあお邪魔しよう。そちらの方ではどのように捉えているか教えていただけますか。はい、わかりました。じゃあ自分の口からで大丈夫でしょうか。構わないよ。じゃあボスに、共有したことをお伝えさせていただくと、モズさんが、モズさんのナダルさん、ナタルさんから、なんか、やべえぞ。アングレのタラちゃん。うん。に対して。何を笑ってるのかな。すいません。本当に申し訳ないです。どうしたのかな。すいません。ちょっと緊張しちゃって。あ、ナダル。ナダル。忘れてください。ナダルさん。拾うなよ。ちょっと。絶対必死にこらえてるから今。はい、もういい。ズバリだ、はい、私はこの件一件確かに私たちに非がある。それについては申し訳ないと思ってます。はい、私の至らぬところでした。だがアンダーラインで決めるラインの金額では私はないというふうに判断しています。正味うちの組織から出る労力、時間、そういったものを踏まえて3億と千畳、これについてはあまりにも行き過ぎているというふうに判断しました。なるほど。確かに部下が勝手に言ってしまったことについて責任を取るのは私の責任です。だが私の許可なしに、ないしボスの許可なしにその大きな金額を動かすというのは私はおかしいと思ってる。うんうん、はい。最高決定権は私にあります。そうですね。それを飛び越えてその金額の提示を出して飲んでしまったのはうちに非があるという意味でも微大一文を払わないという思いはありません。ただし3億と千畳、これについては飲めない。仮に実害がすでにあるのであればそれについては私としては大問題だと思う。今回教えてしまった薬の情報の中の情報というのは生成所であって、それは我々の島の情報では、その実際におそらく使っているであろう3000万字、これどれぐらいの頻度でそちら使われてますか。はい、そうですね、もともとここ周辺はちょっと島が塗り替えられてしまっているのでわかるかと思うのですが、
ここ周辺に個人宅を買っていて、ここをよく使わせていただくこと多いので、どれぐらい使っているかという質問です。そちらの組織怖で、そこに実害が発生したとしたらば、はい、3億なりの実害、その損害が発生しうるという話。はい、それもちょっと少々こちらの事情がありまして。事情？はい、3026番地のコンビニ上にはなると思うんですけれども、はいはい、3026番地のコンビニがそもそもオールインが、現在所有しているんですね。それなので、ローリングペーパーなどの供給する際もこちらを使っているので、うん、それの、まあ、兼ね合いもありまして、ローリングペーパーを入れた後すぐに薬を作りやすいことで、ここをよく使っているんですね。ローリングペーパーを入荷した後にすぐに作れるから使いやすい。あ、はい、そうです。でも別のコンビニでもいいですよね、それって。まあ、どっちにしてもそこってうちの島であることはもう重々承知の上での話でしょ。じゃあ質問させてください。はい。そこで爆発をさせたことは、うちがっていう話ですかね。そうです。ありますね。ありますよね。はい。逆に我々が使おうと思った時にもそういうリスクははらんでいても、そこにを使っていることに対して私たちが一度でも苦言を呈したことがありましたか。ないと、まあ、自分が把握している限りはないですね。ええ、ないんです。私もそういうふうに言ってるつもりはない。はい、今回その半グレに情報を教えてしまったということについては非常に私としては由々しき問題だと思っています。ですがその由々しき問題という部分がなぜかというのはご理解いただけてますか。なぜかと言いますと、なぜその半グレに対して情報を流してしまったことに対して由々しき問題だと思っているかについてです。そこの説明は詳しく受けていないかもしれないので、一度説明していただいてもいいですか。詳しく受けていないというのは、うちの組織からということ。あ、そうですね、私が質問したいのはそちらのオールインの方で、その半グレに対して情報は流してはいないという認識で間違いないんです。はい、そうですね、それは間違いないです。半グレに対してギャングの全ギャングの情勢として、ハングレに対してギャングは舐められてはいけないということで厳しくするっていうことが一律で決まっている。いや、それはないですね。それはない。それは誰かの情報ですか。一応自分個人の認識としてはその認識でしたね。君個人の話をしてるわけではない、組織としての話をしてるんだ。怖いねー。オールイン全体としてハングレにどうかっていう話ですか。私たちがやってしまったということは、モズの総意としてそれでやってしまっている私がいない間に、はい、それが良くないよねっていうのがまずい、うんうんうん、これを教えてしまってなんでダメなのかという話だ。半グレにこれを教えてしまってなんでダメなのか。なんでダメなのか。どうしてか。半グレに薬のレシピの情報ですか。そう、薬のレシピの情報なりを教えない理由。ハングルの薬に稼げるからじゃないですか。そうね。もちろんそのバーンさんがこの期間ですね、こちらの世界になかなか起きれなかったということは重々承知で、それで話させていただくんですが、こちらとしてはモズさんにその件を問い詰めたわけでもなく、この件をモズさんの意思でモズさんから電話をいただいて謝罪の意を示したいということで、こちらに謝罪をしてきていただいている。そう、その通りです、ね、そう認識です。合ってますよね。合ってます。それで、3億と千畳という条件を、自分たちから出したわけではなく、最終的に、いや最初に1億というので飲めなかったんでしょ。そうですね。うん、そもそもその、正直な話、そのモズさんの中内々で処理できるような問題だったということであれば、そもそも私たちに謝罪を しに来なくてもよかった。そう思います。私もそれがヒューマンエラーだと思っています。はい、強いな。だから部下が最高決定権を持っているわけではなく、私がノーと言えばそれはひっくり返ります。はい、
なぜならモズのボスは私だからです。お分かりかな。はい、重々承知しております。君が決めたことであったとしてもです。ポンちゃんがノーと言えばそれはひっくり返るのと同じです。はい、ですから今回私が出張ってここの話のテーブルに着いた時点で以下の話はひっくり返ってノーです。ですが一切ここの時間を取ってもらったり迷惑をかけているのも事実だから、ビタ一文を払わないという話ではないということです。わかりました。じゃあこちらとしても今ワンさんとその喋らせていただいているのが主に自分あるので、自分の意思ばかり伝えてしまっているので、一度ボスに意思を再確認させていただきたいんですけれども。もちろんです。いいですか。ボス、今回の件に対して、3億と、薬洗浄、この条件を譲るつもりはボス終わりですか。うん、ない。これがオールインの相違です。なるほど。であればね。うん、ない。私も今日払うつもりはない。話は平行線です。パチパチだ。争いがしたい、揉め合いたいというのであればそういうふうに思っていただいて構わない。だが我々はこの程度のことで構えるなんて考えてない。かっこいい。なぜなら組織内で起きてしまったヒューマンエラーだと思っているからです。これは部下に対して私が罰を加えることであって外部組織とやり合うということで。なるほどね。そこに帰結するわけですね。すごいね。他の組織やり合いたいっていう風な気持ちがあるのかもしれませんが、我々はこの程度のことでは飲めない。なぜなら私の組織の中で起きてしまったことでもあるからです。まあ今回のあれって、今回の件は、そもそもことバンさんがいないときに話がもう決まってる感じじゃないですか。うん、そうね。で、そっちからのヒューマンエラーミスな感じじゃないですか。うん、それはそれで終わりじゃないですか。うん、それはそれでしょうがないって話になるんじゃないですか。それはそれでしょうがないというの。で、そっちからミスだから、うん、まあそれで3億と薬選考で話が終わったんだったら、それでやる感じではないですか。今さら無理って言われてもこっちは困りますね。普通にいいね。まあ俺には構想したいんだろうな。話が終わった後からです。構想したいんだろうな。話が終わった後からそれはもうそれはだからさっき私が言いましたけど、でもオールイン目線だったらそこがやっぱ言う、ね、強みだからね。ふっかけたとはいえ、オールイン目線はそこなんだよな。やっぱ言いやすいところは。僕は今更って思っちゃうんですね。それはないっすね。もう3億と薬選考以下のあれはないですね。なるほど、はい、であればそれはそれで構わない、はい、でも我々としても、まあ私としても払う意思はない。じゃあこっちはこっちでもらうまで、まあバチバチやるしかないっすね。構いません。やば、おもろ。私たちがやり返すことはない。おもろ。それが楽しい。おもろいな。ありがとうございました。お時間いただいてありがとうございました。申し訳なかったね、迷惑かけてしまって。じゃあ全然大丈夫です。ではでは、はい、帰ろうか。了解。はい、お世話様でした。お疲れ様でした。お手間取らせてすまなかったね。ありがとうございました。いいえ。じゃあ失礼いたします。はい。結論から言うと話はこじれた。交渉は決裂だ。今回のミス、当事者キミトスじゃないイチカ、はい。ねえ、そういうトラブルメーカーなのイメージ大体お前だよなみたいな感じで言ってや、今名前絶対私から見てこの3名絶対そうや。今すでにオールインは動いていてダイオがやられているらしい。え、なるほど。マジですか。マジですか。えっと
ダイオンはどこに行ったって話だった。そういうこと？寝たつもり、寝たって聞いたっすけど。多分起床してきたとかですかね。起床してきた。そういうこと？ダイオンがいないの。ええー。つまりはそういうことだ。ダイオンが鉄砲玉だったか今回。この現状どう捉える？受け継がれる鉄砲玉の意志。なんでやり返しちゃいけないの？まあだから一応そのこっちに火があるっていうところ、そのでも、うん、でもさ、もう決裂してるんだろ、もうわけわかんないんだよね、その細かい。ほらもうどうでもよくねって思っちゃってさ、今仲間が傷ついてるのにさ、やり返さないのがもう本当に理解ができなくて。うんうん、仲間じゃないの、キミトスもさ、さっき言ってたけどさ、一番最初にこの件の時にさ、ナタル先輩、市川さん、その仲間だからって言ってたじゃん。うん、なんでさ、やり返すって言ってくれなかったのかなと思って、言ってほしかったよ、僕は。ちなみに、一個だけ聞きたいんですけど、今、ダイオさんがその弾かれてしまってる現状を見ていて、その後のバンおじさんの意向っていうのはどういう意向なの？それでも、今は打ち合いたくないっていうのがバンおじさんの意向なの？まあ、今のところの流れとしては、まあそりゃ俺も仲間がな、やっぱやられるのは黙って見てるわけにはいかないって、もちろんパテとそれは同じ気持ちだ。まあだがそれに乗っかってもオールインのなんていうんだ、思惑通りっていうか。何を思惑してるんだあっちは。構想がしたいこと。まああっちは構想がしたいんだろうな。構想ってやれるなら俺はもうすぐにでも全員潰していきたいです。いやめっちゃ気持ち分かるんだよな。分かんないよ、もうあっちの方が銃の腕間がいい、車の運転もあっちの方が上、もうあっちの方が明らかにその格上、実力が。だとしてももう関係ないでしょ。でもうちだとするでしょ。はい、着地点はどこない。なんすか着地点って、もう今そういう段階じゃないんじゃないですか。そうなんだよね。なんでやられて黙ってんのって思ってんすよ、僕は。いけいけパテ、市川さんはその責任感じてると思ってるんですけど。いいロールプレイだぞ、いけ、いけパテ、お前にしか言えないことがあるだろ。いけいけいけ、責任を感じてるって思ってる。そうだよな、落としどころがないっていう発言はな、市川から出てくるのおかしいんだよ。なんすか、元凶なんだから。言ってやれパテ、言ってやれ言ってやれ。そう、ミカイド君はね、立場が叫べないんですよね。でも気持ちは一緒なんですよ、パテと。これからオールインのボスと話をする。お伺いする旨話してあるがどうなるかわからん。もしかしたら弾かれるやもしれん。だとしても動くな。了解。もし私の身に何かあったとしてもだ、抑えろ。これは命令だ。はいはい、では行ってくる。お預かりしておきます。一人で行くんだ。大丈夫ですか。問題ない。うわぁ、これメンバーの選択でかっ。撃つなって言われたけど、反省する気持ちがある者も自分を追い詰めすぎるなよ。座して待て。気をつけてらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。これ、こういう時にさ、どうしても一セリフあるんだけどさ、言っていい？俺たちには待つことしかできないのか。これ、どうしても言ってみたかったセリフです。すいません、どうしても人生で一回だけ言ってみたかったセリフなんですよ、これ。話終わるまでは外出ない方がいいんじゃない？うん、俺もそう思う。うん、多分2、3人出て行ってますよ、もう。うん、なんかどっか建物の中にいるならいいけど。まあ結局それで弾かれたりしたらまたボスが考えることが増えちゃうからな。俺たちは待つことしかできないよ。2回目言うやつ。外した。勝負だぜ。おー、場を
雪だる、雪の玉でな、雪合戦の室内でできるぐらいの場を和ませておきました。張り詰めてたので、張り詰めてたので場を和ませておきました。とりあえずこれ、生きてるか、幽霊。アウチ、アウチ、アウチ、アウチッチ、アウチッチ、アウチッチ。こういう時ね、みんなやってたのになぜか俺だけ見つかるんだよね、こういうのね。本当にそう。今雪で遊んでたやつどいつだ。あんたが戻りましたか。戻ってる。私が今どんな思いで相手組織のボスに話をしに行ったかわかる？もちろんです。もちろんです。はい。あんた方どうなっとるの、お前らは。お、すいません。すいませんじゃねえ。堀田がどなたなんですか？はい、おめえか。すいません。もういい、許す。俺じゃなかったから。俺じゃなかったから。笑っとんねんこれ。あ、いやいや、すいません、今の笑った私でございます。俺じゃなかったから。すいません、じゃあみんな中に心して聞け。はい、はい、今回私が最終的な判断として向こうに投げた金額6億だ。その上でオールインとやり合う。お前たちが思い思いで思ってることはわかる。私もこう思ってることはある。でもね、分かってほしい。この年の瀬でやるレベルの内容のもんじゃない。私の帰ってきて第一発目でこれはちょっとしんどい。緊急お察しいたします。難しい、本当に難しかった今回の件。カロリー高かったな前半。っていうかもう前半から後半にかけてずっとハイカロリーだよなと思いながら、はい、もうすぐ終わりかけの後半、この後終盤にかけてまたハイカロリーが返ってくるんだな。焼肉食べた後にラーメン食って、その後にお好み焼き食べる感じ。うわ、重たいですね。カロリー高いわ、もう無理。食いしん坊ですねボス。キミトス、すいません。誰か茶が持っとる。雪玉、雪玉なら私が後で埋めときます。本当に雪玉ならどうぞ。ちょっと私も黙った方がいい。はい、ボスどうぞ。私の今日のトリガーは非常に軽いじゃん。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとあの机の上に机、あの他の方に当たりそうなので。ビーン。お疲れ、ケンタス。すいません、本当に。いや、まだいいよ。まあでもとりあえずボスあれですよね、さっき起きてた理不尽な血が仲間から流れることがなくなるわけです。流れてるよ、ここに。とりあえずね、ここに流れてる。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。